さあ皆さん、長崎県の美味しい魚食べてますか？食べてます。洋角長崎には美味しい魚がいっぱいありますよね。こちらご覧ください、はいはい、このように長崎県の、ね、美味しい魚代表的なものをこう載せてありますよ、はい、ね、そして今長崎県ではですね、長崎県の魚愛用店ランチキャンペーンを開催していまして、はい、ここに映ってます、はい、これは私のアンバサダーの新アイテムなんですけども、自分の噛みつくですね、はい、このアンバサダーをやっております、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、さあそのキャンペーンの目玉がですね、長崎を代表する県産魚総選挙ということなんですよね、はいはい、参加して応募しますと長崎県の魚愛用店で使える食事券が抽選で総額10万円分30名様に当たるんです。どうやったらキャンペーンに参加できるか知りたいでしょ？知りたいですね。それではお邪魔してきました。どうぞ。こちらは西海市横瀬郷にあります海の駅船番所。新鮮な魚料理を海を眺めながらいただけるバイキング形式のお店です。また目の前で職人さんが握るお寿司も人気なんです。西海の郷土料理やスイーツもありますよ。はい、さあこちらのポップはお店にしか置いてありません。ランチを食べて、そしてこの QR コードを読み込んでいただき、長崎県の魚愛用店のサイトからあなたの一押しの長崎県の魚を必要事項を入力の上ご投票ください。お待ちしています。船番所での一番の一押しといいますか、はい、はい、長崎県の魚は何でしょうか？はい、三つぶりになります。三つぶりってどう書くんですか？光るにぶりです。はあ、光ってるわけですねもう油が乗ってるんでキラキラ光ってますその他三つぶりのあら煮やあら汁もありますよ。お刺身は腹や背中から4つの部位を食べ比べできるのが嬉しいですよね。ではお腹の部分いただきますね。光ってますね。油が綺麗ですよ。油がノリノリですねお口の中の美味しい油が広がりました。うわ、そして身が本当ブリブリしてますねギュッと引き締まって、はい、あ、甘みがありますね。美味しいです。ちょっと赤みがね、はい、ありますね。背の部分いただきますよ。適度の脂はあるんですけれども、さっきよりちょっとあっさりしてる。そうですね、はい、歯応えがあって本当ですね。うわ、部位によってもまた全然違いますね。おいしい。このあら煮がまたテリテリ感がすごいですねいただきます。わっわっわっ、すごいすごい、もう取れました。ホクホクなのが分かりますね箸入れただけで。いただきますよ。うん、うん、柔らかい、とろけますね。そうですね。油の旨味とあのお醤油が合わさってすごく美味しい。これはご飯が進むお味ですね最後に聞きたいことがありまして、はい、山滝店長にとって長崎県の魚で一押しは何でしょうか？ブリですもうすごく力が入ってましたね。もちろんブリですよね船番所といえばブリです皆さんもぜひ投票をお願いしますありがとうございました。ありがとうございます。あのアンバサダー権限でですか、ええ、こういう時にお土産を持ってきてもらってもいいですかいやいや、今回でもね、三菱の三つぶりですから、やっぱり近くに ね、まあ、ねそう現場に行ってからお召し上げください。そうですよね、わかるわかるわかるけれどもね、美味しそうだったなと思って。三つぶりはもう今やっぱりね、
美味しい時期なんだそうです。あ、そうですか。今が食べる時ということでね。キラッキラしましたよ。あれいわゆる女優ライトとか当ててないでしょ自然の輝きです。でしょ、もう走っている輝きですからね。はい、あの船番所なんですけれども、まあ、長崎市内から行きますとドライブがてらにちょうどいいところですし、確かに目の前海広がってますし、なんせお料理が乗っているのが、うん、あの本物の船、もともと使われてた船の上に茶碗蒸しとかもありましたし、スイーツもでしょ、だから郷土料理でしょ、揚げ物でしょ。あ、もう言い切れません。船番所ね、いいとこでした。いや、ぜひぜひ、はい、はい、ぜひぜひ。さあ、現在開催中の長崎県の魚愛用店ランチキャンペーンでは、ご覧のようにたくさんのですね、お店が参加をしております。まずはキャンペーン参加店に行ってランチを食べて、お店にある QR コードを読み込んで、あなたの一押しの魚に投票して、そうするとお食事券が当たるかもしれないということです。期間が2月29日までとなっています。ぜひおいしい長崎の魚を食べて食事券をゲットしてください。詳しいお問い合わせは長崎県水産加工流通課、または長崎県の魚愛用店で検索してください。